噴尿丹は、日野足平の短編小説である。1937年同人誌、文学会議第4号に発表された。翌年3月に中短編集、噴尿丹を小山書店から刊行した。第6回、芥川龍之介賞を受賞したが、日中戦争に出生中であったので、小林秀夫を使者にして、陣中で授与された。九州のある市で、 糞尿回収を営む小森彦太郎は、トラックを持つなどの投資をしながら、長らく商売の不振が続いていた。しかし、司会を牛耳る民生党に対立する、司会議員で有力者、赤瀬の地偶を得て、市の施設の改修を請け負う指定業者の認定を得る。だが期待に反して、市の予算は少なく、彦太郎は、不満を募らせる。そんな折、 赤瀬か,からその娘婿の安倍という男を支援者として紹介される。安倍は指定業者の予算がかかる費用よりも少ないという理由での値上げ単願書を作って、彦太郎に市に提出させ、予算像が認められた。彦太郎は商売的になる業者たちに、組合を作って競争せず共演しようと呼びかけたが、遠席に出ただけで逃げられてしまう。また、民政統計の新聞記者から、 知って業者になったのは何らかの便利を受けたのではないか。昔は彦太郎も民政党を支援していたではないかと質問される。そんな立場でも彦太郎はいつか死が回収事業を支援化するときにその買収資金を得ることをあてに事業を続けていた。その矢先、彦太郎は安倍から主席に誘われ、その場で出された書類に言われるままに実印を押してしまう。それは 死営化の際の買収額を、赤瀬、安倍、彦太郎で分配する公正証書で、彦太郎の取り分を、その1、4とするものだった。事態を知って証然として、町に出た彦太郎に、出会った、顔見知りの死の衛生課長、杉山や、組合を袖にした、同業者のボス、友田が、それぞれ憤満を語り、三人は泣きながら飲み明かした。 しばらくして、死の指定場所に糞尿を捨てに行った彦太郎を、地元住民が妨害する。石を投げられた彦太郎は、怒りの、あまり運んできた小おを倒し、さらに残った小おから自分に降りかかることも、ものともせずに秘釈で糞尿を振りまいた。その姿は、夕日の中で光り輝いていた。1957年に、野村義太郎監督で、万順。 森重の糞尿炭の題名で映画化されている。結末は原作とは異なっている。原作者の日野自身も資産自身の役で亀を出演している。日本大百科全書。糞尿炭、コトバンク。2021年2月24日閲覧。万順。森重の糞尿炭記念の手。ありがとうございます。